お惣菜。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。2月27日日曜日、はい、今日はね定休日でしたということで、今日ですねちょっとね、お惣菜、スーパーのねお惣菜とお弁当についてねちょっと話してみたいと思います。はい、結構ね私もお弁当やってるんで、スーパーとかねああいうお惣菜系とかお弁当のね値段とか中身をねちょっとチェックして回るんですけれども、最近ね、今日特にねびっくりしたのが、あちょっとね値段上げてきてるなっていうのをね感じましたね。お弁当もね、600税込みのね600超えてる値段設定が結構ありましたし、まあ、安いのになるとですね、まあ、安いのもあるんですけれども内容がねしょぼしょぼだったりするんで、あ結構全体的に上げてきてるなっていうのをね感じましたね。で今日ね一番衝撃的やったのが、まあ、これぐらいの普通のパックにですね、まあ、多分お弁当のね、お弁当に入れる用のね卵焼きとか、スパゲッティとかのね余りだと思うんですけどね、卵焼きのね本当に端の一切れみたいなのがねピンと入っててそれが何十円かで売ってたんですよね。でそのお弁当に入れる用のね、本当にその、お弁当のちょこっと入れるようなね感じのパスタスパゲティが、あそれもねあのパックで売ってたんで、ああもっと余った分とりあえず金に変えようっていうねたくましさというかね、なんかそういうのがね垣間見えてね、おなんかちょっと変わってきてるなっていうのをね感じましたと。でお惣菜についてもですね、ちょっとね全体的にやっぱり値段をね上げてきてるかなと。お寿司コーナーとかがね、まあ、半額ね、なるまで本当に売れないんですけれどもね、まあ、お弁当とかもお惣菜全般的にスーパーの、お惣菜とか弁当とかお寿司とかね、半額時間になるまではね、まあ、ほとんど売れてないんですけれども、そのね値段設定がね、まあ、なかなか秀逸度といいますかね、まあ、値段もちょっと上げてて、で半額になってもまあね、な値段で売れるぐらいな感じで損はしないぐらいの感じにしてるのかなっていう感じでね、なかなか、面白いなと思いながらねぐるっとスーパー回るんですけれどもね、まあとにかく本当にね定価ではね売れませんね。本当見ててね悲しくなるというかね、まあ半額の方がねそれは嬉しいでしょうけれどもね、これをいつまでね続けるのかなっていうのがね、もう一斉に全国ではいやめましたってねならない限りはなかなか難しいとは思うんですけれども、なかなかこれを続けててもそんなにねいいことないだろうって思うんですけれどもね、まあ、半額になった瞬間綺麗にね、なくなっていくのがね、面白いなと思うんですけれどもね、はい、まあ昼間ね、弁当を売ってるやってる身としてはですね、なかなかね複雑、自分が食べるときはね半額の方が嬉しいですけどね、売る立場になるとですね、まあ半額にしちゃうともうその値段がね半額の値段で頭の中ねこの弁当は、このお惣菜はお寿司は、半額のね値段だっていう風にねもう刷り込まれちゃいますのでね、まあ、それを繰り返しねやってるともうこのねこの商品はこの値段だみたいなね感じになっちゃいますので、まあ、定価ではね全く買おうと思わなくねなってしまうでしょうからね、まあ適正価格っていうのはね、適正価格で売るっていうのはね本当に大事なことだなっていうのをね改めて思ったね一日でしたという感じですね。はい、まあスーパーがねスーパーとかはまあそういう感じなんでね、やっぱり個人でまあそうやってねお惣菜とかお弁当屋さんをやってる方っていうのは本当に、きついだろうなと思いますよね。はい、まあそんな感じです。はい、というわけでね今日は、まあ仕入れに行ってね、でまあそうやって商品チェックしてで、帰ってきてね仕込みでハンバーグのね仕込みをペタペタとして1日終わりましたという感じでしたね。はい、でまあ明日がですね、保険のね、保険のっていうか営業許可書
お店のね、営業許可証の更新日なので、更新のチェックに来られるのでね、まあその、対応しなくちゃいけないのと、で結構ね、バタバタしそうですという感じですね。はい、というわけでね、もう2月もね、終わりますので、確定申告もね、近づいてきておりますので、まあ、そちらのね、書類の方もやって、帰ろうと思います。はい。というわけで、またね、明日で2月終わりますけれども、3月もね、まだまだ、大変なね、時期が続くと思いますけれども、まあ、病まないように、まあ、心折れないようにね、気をつけながらやっていきたいと思います。はい、というわけでね、ご予約の方お待ちしております。0832316190までお願いいたします。チャンネル登録の方が302人となってますので、チャンネル登録の方もお願いします。TikTok の方もね、アカウント強化中ですので、フォロー、いいね、コメントお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。